世に報告することがあるというのはそなたか。たった今かの者たちから聞いた暁の預言者を奪われたそうだな。国威の騎士が兵士たちを乗せた飛空艇を撃墜するとは。将軍。陛下、ダグラス将軍は黒き山近くの村へ魔物の討伐に行かれました。そうだったな。では早く戻ってこいと伝えよ。これは幼い国王陛下にご心労をおかけするとは。将軍も困ったものです。私は王家の一員として痛感いたしますぞ。しかしその国威の騎士の行方を追跡することで暁の預言者の身柄を確保できそうですが、今すぐにでも兵を動員なさるのはどうでしょうか、陛下。要は叔父上の意見が正しいと思う。しかしダグラス将軍が言うに、最近は魔物の活動が活発になっており、城を守ることだけでも手一杯だと聞いているが、この城に残った兵がいるのか。陛下、お言葉ですが兵力なら存分に残っていらっしゃいますわよ。ほら、以前から高貴な守護者とかなんとか偉そうな顔をしたテンプルナイトがいるではありませんか。まあまあ、カーライエン殿、そのような話より、今回こそソーサレスの力を見せてくださるのではないですか。魔導術に長けたソーサレスたちのご協力があれば、国王陛下も大変心強いのではありませんか。それはもちろんですわよ。私たちソーサレスを口だけが達者なクレリックたちと比べていただいては困りますわ。しかし武勇ばかりの軍人や高慢な聖職者たち、大事な部下たちを任せることはできません。正確な情報でもあればわかりませんけど、今のところ国威の騎士がどこにいるのか分かっておいでですの。いえ、本来あの若造冒険家の話を信じること自体間違っているのではなくて。カーライエン殿、陛下の御前でありますぞ。それではカーライエン殿は兵力の支援をすることはできないとおっしゃるか。私は聖職者は信じられないと言っただけですわ。私たちを動かしたいのであれば、私に全指揮権を下さるなりしていただきたいものですわ。宮廷ソーサレスである私が聖職者や将軍の命によって動くということは、全てのソーサレスの格が落ちるということです。そう争うでない。カーライエン、えりすぐりのテンプルナイトを派遣し暁の預言者を奪われたことは私の責任だ。それを痛感している。マナレージとキャデラックに派遣したテンプルナイトがまだ戻ってきていないこともある。これ以上彼らを派遣するのは厳しい。教皇も席を外されたこの場で私の独断で決定できないことを理解していただきたい。もっともらしいお話に聞こえますわね。とにかく私に指揮権を下さるお考えがないのであれば、ソーサレスの力を期待するお考えはお捨てくださいまし。いやはや参りましたな。ダグラス将軍も任務のせいで自由に動けない現状ですし、陛下、この問題はすぐに解決しそうにありませんが、今日はこのくらいにしておいた方が良さそうです。要は叔父上の意見に同意する次第である。それでは下がるがよい。